韓国崩壊、韓国の外貨準備高3715億ドルで、史上最大、世界第6くらい。矢印韓国ネットの反応は？我が国の外国為替保有額が3715億ドルで史上最大値を記録した。世界6くらい規模だ。経常収支が38ヶ月連続黒字を記録して輸入額が増加した中で運用収益も増えたことによるものと分析される。3日韓国銀行によれば5月末基準で我が国の外国為替保有額は3715億1000万ドルで前月3699億ドル、対比16億ドル増加した。先月記録した史上最大値を1ヶ月ぶりに更新したのだ。ドル高によって、ユーロ貨幣などその他の資産価値が多少減ったが経常収支の黒字額が輸入資換金の外資運用収益率も改善されて外国為替保有額が増加した。一方我が国の外国為替保有額規模は4月末基準3699億ドルで世界で6番目に多いと集計された。中国が3兆7300億ドルで1くらいを記録し、引き続き日本、1兆2501億ドル、サウジアラビア、6964億ドル、スイス、5996億ドル、台湾、4182億ドルが5くらい圏を形成した。韓国に続きブラジル、3645億ドル、ロシア、3560億ドル、インド、3519億ドル、香港、3432億ドルの順だった。韓国は先月、ブラジルが自国通貨であるレアルの為替レート防御のために中央銀行が外国為替保有額を減少した影響で7くらいから6くらいに外国為替保有額順位が一段上昇した後、2ヶ月
でしたか？このチャンネルでは先ほどのような面白い動画や、興味のある動画をまとめています。オリジナル動画も作っていく予定ですので、よかったらチャンネル登録お願いします。